バーベキュー、焚き火などの着火に、ライターなど火種がない時や緊急時に、今までは簡単に火を起こせていたが、何もない状態での火起こしに男のロマンがある。キャプテンスタック、ファイヤースターター。おう、はい、今回はキャプテンスタックのファイヤースターターを使って火起こしをしてみたいと思います。まあ、やったことないんで練習です。火を起こすだけの動画になります。初めての人にも簡単にできるのか、それともね、めちゃくちゃ難しいのか、これね、やってみてコツが分かりました。それではやってみます。こうするんだ。よし、スライドさせて出してください。叩きつけて火花を出さないでください。破損の原因になりますと。というわけでティッシュだな。よしと、塗装が剥げるんだね。とてもそういうことだよね。うん、何しろやったことねえからね。このままでいいか。うん、いきます。はいはい、粉増やした。バトンタッチ。よくやってんね。一瞬でつぶけよ。なんかコツがあるな。うん、多分すごいけどね、うん、こんな腕力でそこまで使わないと思うんだ。あるって動画見て昼寝して分かりましたよ。まず粉、まずは粉を出します。粉もなんかいっぱい出るけどね、全く見えねえんだもん。いけそうです。あの、くしゃくしゃにしなくて大丈夫？くしゃくしゃで、今さ、あれしたじゃん、火花バチバチバチって言ったじゃん、うん、また作るんだっけもんな。うん、いきます。でも、もうわかったね。あ、惜しい。行きました。行った、着いたじゃん。行きましたよ。よし。いいよ、もう消して。どうやって？どうやって消すの？ダメでしょ、火の始末を考えておかなきゃ。そんな新しいシューズで。お、いけそう。お、なんか目が、花が。いきます。はいよ。粉、一回で粉、多分ね、あの、あれで。でもいけそうじゃん。粉なくてもいくんじゃない？くしゃくしゃにしたら。いきます。熱いだ。つきました。全然違うとこついてます。その粉落としたとこじゃないとこ。いや、粉落ちてたんじゃない、そこに。おめでとうございます。はい。お疲れ様でした。
するとき、こうじゃなくて、こうなのね。早く言った。うん。そう言ったような気がする。喋ったじゃん。じゃあこれね、キャンドゥで言ってたファイヤー。こういう感じで。いきますよ。一発だな。いや、一発じゃない。何発やった?3回。いやー、つきますね。はい。よし。もうこう使えるようになったね。はい。まずはですね、この商品ですけども、紐ですが、ちょっとね、短いんで、外すか、外して使うか、こうやって一本にですね、こうやって一本にして使った方が、使いやすいと思います。で、ロット、この棒ですね。これを下に固定して使います。これでね、火花を散らすときに安定するんですね。で、このプレートはストライカーっていうらしいんですけど、擦る面は裏面ですね。裏側の方。こっちは当てて擦ります。こっちの方がね、角が立ってていいんですよね。で、表面の方はですね、ちょっとね、角に丸みがあって、火花が出づらいです。で、今まで最初の頃はね、こういう感じで擦ってたんですけど、逆でこういう被せ方じゃなくて、こっちね、こういう感じで被せた方がいいみたいですね。火花が出やすいです。あと、ここ、ギザギザじゃなくて平らな面、こっちをね、使った方が、なんか火花が出やすいような気がします。ギザギザじゃなくね。出やすいです。で、あとは逆に、こっちを固定して、このプレートの方をね、固定して、棒の方を引くと。こういうやり方もあるようです。よいしょ。で、必ず、最初に、この棒のマグネシウムの粉をね、落としてから、擦った方が着火しやすいですね。というわけで、火を起こすことができました。神さんも火を起こすことができました。コツは、かぶせるようにね、擦ることで、火花が楽に出るようになりました。皆さんも楽しい毎日を送ってください。では、また。